どうも、ひろきです。先日、11月の11日に、無事に、赤ちゃんが生まれ、パパになりました。たくさんのですね、お祝いのメッセージもいただいて、本当にありがとうございます。無事に生まれて、奥さんも健康でですね、二人とも元気に、過ごしていたという話を、まあ、病院から、動画が届いたりテレビ電話をしたりしながら、聞いていて、その姿にですね、本当ほっとしながら過ごしていたんですけども、なかなかやっぱりまだ病院に面会も行けず、今ちょうど1週間ぐらい経ったんですけど、まだ会えていないんです。それで実は今日退院ということで、これからですね会いに行ってきます。まあ昨日全く寝れずに、今もう顔もパンパンに腫れてますけども、緊張しますね。どんな、で、なんかこう、抱っこの講習とか、そういった本当はレクチャーがあるっていうふうに伺ってたんですけど、なかなかそういうのもやっぱり今開催できない状態だそうで、代わりに奥さんがいろいろ聞いてくれてるみたいなんですけども、僕も本当に動画を見ながら覚える、そんな日々を繰り返していたので、今日家に帰ってくるってことで、昨日はベビーベッドを組み立てて、その周りのものを全部揃えたりしましたけど、なかなかやっぱ分かんないことって難しいですね。いろいろ聞きながらいろんなものを準備してみました。まあどうなることやら、ドキドキワクワクですけども、これからまた新たな一歩ということなので、せっかくならその瞬間を一緒に味わっていただきたいなと思いますので、ぜひ、お付き合いください。行ってきます。もうちょっとちゃんとしましょうか。ね。初めてのパパが寝癖だったら、ね。ダメですから。行ってきます。まもなく、来るそうです。あ、来た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 。うわ、めっちゃ緊張する。めっちゃ緊張する。どうやって触ればいいかがわからない。どうしただよ。かわいい。食べたね。すまんね、すまんね。あ、かわいい。食べたね。よく頑張ったね。手ちっちゃ。痛いけど。どうした、どうしたね、パパ、あれだね、緊張して息臭いね。かわいい。何これ。よく頑張った、よく頑張った、二人で。なあ、パパのこと応援してくれる人たちに、はじめまして、会える日を楽しみにしてます。帰るか。なあ、おいしいもの食べるか。興奮のあまり他にも気をつけて、何してんの俺、なんて二人が退院した時にぶつけて。子供に浮かれて慌てちゃいけませんね。もうちょっとちゃんとしましょうかね。初めてのパパが寝癖だったらね、泣き好きだからね、君は。嫁さんと娘の退院と同時に通院が決まりました。泣きすぎなのよ。明日行って来週抜歯になりました。ということで、お金好きなのに笑いすぎ、処方箋取ってきます。お薬もらってきます。寂しい背中です。ということで、退院を迎えて今家に帰ってきました。母子ともに健康、父不詳という、
あまりにも残念な結果になりましたけども、まあ、僕が怪我する分には問題ないので。ちょっと待って、いや、周りにいる人たち笑い声好きだからね。幸せな動画ですから、赤ちゃんを迎えに行く際、はしゃぎすぎちゃダメです。怪我だけには気をつけて、この子を大切に育てていきたいと思っております。改めてですけど、本当にいろんな応援コメント力になりまして、ありがとうございます。これからまた頑張っていきたいと思いますので、またこの子がね、大きくなって皆さんと会えるように、頑張って育てていきたいと思います。笑いすぎてからね、怪我してんだからね、頑張っていきたいと思いますので、今回はね、頑張ったよという、皆さんへの報告でした。またこれからもですね、いろんな動画を上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。怪我には気をつけてということで、バイバーイ、またねー。笑い声が聞こえるの？ご視聴ありがとうございました。よろしければなんだっけ、チャンネル登録です。チャンネル登録、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そして公式のインスタグラム、ツイッターの、フォローもぜひともよろしくお願いします。じゃあねー。チャンネル登録というのか。